どうも、視聴者さん。うぷ主です。マイト&マジック10、その18。今回は昇格クエストダンジョンに潜ります。まずは荒野の横にあった森。ここはディードリットちゃんの昇格ダンジョン、神の森です。優しい森には神話が生きてそう。地の精霊エリートはスカラとリジェネを併用するガチガチのキスリスマン。適当に打ち合いをして MP を使わせ、魔法が切れたところを叩くのじゃ。チーム野獣の火力が上がったので、スカラを貫通して削れています。時間はかかりますがこのまま3体倒しましょう。ちなみに、昇格クエストなんですが、クリアしてもボーナスは、ないです。グランドマスターになれるだけですね。能力が上がると思ったのに。入り口を発見しました。この先でなんとやらという石を見つけろ、というのが依頼でしたね。周辺探索も終わったので、セーブしてダンジョンに潜りましょう。いざ鎌倉。ここが神々の森。どういう由来で神々なんですかね？神々が集って自己紹介でもしたんですかね。神々なんつって。エーテライトのドアが開きません。スイッチ。はないでしょうし、イベントかな。非常にわかりづらいところに箱。でも中身はやり、やめてくれよ。幻想的でいいダンジョンだと思った。奥地に続く通路を発見。魔物がまるでいません。これが神のパワーなのか。でもスコップでアイテムを埋めるやつはいるんですねの裏に洞窟。いい古典の応援です。感動的だな。銀の鍵を手に入れました。しかしドアはエーテライトなので使えません。何用なのやら。これでフロア1は調べ終わりました。引き続きフロア2を調べましょう。行くぞー。こちらは全体的に水が多いですね。湧き水の溜まりでしょうか。獅子神様が出そう。時は目立ってる場所に出ました。男が一人ぽつねんと立っています。あれが石を盗んだやつかな？とりあえず周囲の安全を確認しまして。おう、こんなところで何してるんだコルルア。立ち入り許可証見せろ。名前はザーヒド。聖域みたいな名前しやがって。こいつ石とか言い出しましたよ。やっぱボルデモートみたいなやつなんすねー。やっぱりボルデモートじゃないか。ファンタジーは年齢が数百、数千のやつばっかで節とか誰も求めないんだよなー。森とか動物が困ってらっしゃる、やめて差し上げろ。突然子供みたいな悔しがり方をするな、草生えるだろ。節の力を嗅ぎつけて、何かがやってきたようです。夜が来る。戦闘開始。単発145、なかなかいい火力じゃない。ナイス持ちこたえ。野獣先輩やるじゃない。ナイス持ちこたえ。ガンダルフおじいちゃんもやるじゃない。最後のチャンスも防壁で21だね。
結局最初以外、見せ場なかったね。ホモ卿は軽くあしらえましたが、周囲に敵意あり。弾を狙ってホモが集まってきたようです。不死の力にすがってきたのがグールとは皮肉な話です。この場合、リッチにでもなるんでしょうか。ロストシティで戦ったバカグー族、一度気出したものに用なし、4倍対処じゃあ。森の心臓、エルフの宝、タラシルを取り戻しました。あとは入れなかった場所を調べたら帰りましょう。このフロアは暗くて見づらいとこが多いですね。ガンダルフおじいちゃんのライティング使えばよかった。未識別の長兜、愛とかついてんのかな？エネミー、みんな踊れー。フェイスハガーがついてきてます。こうなると神聖な森というより、恐怖の森状態。この後フロア2を歩いたのですが、何もなかったのでフロア1までカット。フロア1にもグールが湧いてますね。ちゃっちゃと倒せば痛い一撃は食らわずに済むので、経験値回収しますか。群れに紛れて、エリートフェイスハガーが出てきました。そして倒されました。やわっこいからどんな能力なのかわかんないよ。頼むよ。エネミー、みんな踊れー。敵の団体さんがいます。遠くからペチペチ叩きましょ。生き延びてこっちまで来ましたが、すでに満身創痍。お墓に帰って、どうぞ。エネミー、衝撃の一歩下がれば無意味。みんな踊れー。金の野獣を恐怖させたバカグーグーも、今となっては防御がペラくて対処しやすい有用株。これで通れなかったエーテライトドアも全部調べました。ではエルフのアンちゃんに石を届けますか。大石を持ってきたぞ。シータを離せ、石と交換だ。グールとかバンバン出てくっそ汚らしくなってましたが、それはまあ、お肉も森の栄養分になるから多少はね。というわけでディードリットちゃんがブレードマスターになりました。特に変わりはありませんが、名誉は目に見えないものです。野獣先輩とディードリットちゃんがレベルアップ。やっぱ報酬は目に見えないとな。野獣先輩は攻撃と体力に2ずつ。ディードリットちゃんは攻撃に、回避と体力に1。スキルは両手持ちと剣に全振り。近接、そろそろ育ちきりますよ、伸び伸び。そして野獣先輩をメイス、グランドマスターに。5000ゴールドも取られますが、20万持ってるので一括キャッシュ。ボーナスは、驚きのメイススキル1ごとにダメージ 3% アップ。カンストで25なので、75% も上がってんよ。メイン火力、爆弾。というわけでイラス寺院にやってきたのだ。ここはアグネイさんの昇格ポイントですね。
中間管理職になって、残業手当没収されるぞ。いざ鎌倉。寺院っていうか、広場ですね。それとも寺院の受付を通ってここに通されたんでしょうか。ワープゾーンが乱立してます。正しい道だけを通って歩けとな。あ、鑑定ですが全部売りました。順当に歩いていけばいいのか。じゃあこのギミック、必要ないんじゃない？敵さんの群れがいますね。打ちっぱなしで対応して差し上げろ。結構痛い。これはエリートハーピー、ジーンはレズの国だったか。野獣先輩が255ダメージを出しました。ボーツエイ。アグネーさんが139、ほぼダブルスコアですね。ガンダルフおじいちゃんがレベルアップ。痛い、痛いっしゅ。2体の集中砲火で撃沈してしまった ?6 回判定を2回食らったようです。30たす10、振りで40。一回ブロックしたので約200ですね。たまげたなぁ。おうおじいちゃんばっか狙うんじゃねえよ。お前らレズなのかジジイ好きなのかはっきりしろ。久しぶりに骨のある強い連中ですね。必中、リゼネでがっつり対処するのじゃ。いつもと変わらなかった。こいつらは沼族の上位、夢盗人と。ハーピーはこいつらを囲って何してるんですかね。おや、高台に誰かいます。ちょっくら挨拶でもしますか。この BGM、貴様がハーピー族のボスだな。魔法使いにそそのかされて盗まれた処女は、どうやっても帰ってこないぞ。遠距離全体100オーバー。いい火力してんじゃない。パオカイさんの立場がないな。名前はコーキー。一人でおこきになられ遊ばしてたの？ああ、ペラペラだ。このボスはダメだ、出来損ないだよ。285だね。強い、絶対に強い。アグネーさんが166、ディードリットちゃんが92。二刀流は左手装備が必中扱いにならないので火力が安定しません。最後はカウンターでぽっくり行きました。コーキー。火力全振りだけじゃ生きてはいけないのよ。これがイラスのぞ。プカプカ上下運動してますねー。はい、でっかい。確か合言葉は。あー思い出しますよ、ダスダス。アグネーさんがすっきり昇天しました。おまけにレベルもアップ、いいぞーこれ。アグネーさんは攻撃と体力。ガンダルフおじいちゃんは遠距離と体力にそれぞれ2ずつ。スキルは重装備に全振り。ガンダルフおじいちゃんは魔法防御をエキストにし、残りはスタミナ。撃たれ強くなってくれよう。あ。四方を囲まれました。ここで迎え撃つしかなさそうです。エリートハーピーは事故が起こる難敵。油断せず全力でお相手しましょう。結構数多いっすね。痛い、痛いっしゅ。集中砲火やめつくりー。戦闘はいつも通り、必中とリゼネを使いながら、先に魔法使いを潰して被害を抑えていきます。強い強い。邪剣回復に気を配りましょうねー。
50先輩のクリティカル634ダメージ。ふう、圧倒的火力、気持ちいい。山場は越えたようです。バトパッド数を減らして終わり。本当に強くなりましたねー。両手持ちのグラマスを取ればこれがブロック不能になります。ねっとり周囲を探索しまして、岩箱を見つけ、イラス陣制圧完了です。それじゃ帰りましょう。まずはおじいちゃんの魔法防御エキスパートに、続いて上げ忘れていたアグネイさんのスタミナもエキスパ。これでアグネイさんの体力が293になりました。2位の野獣先輩が230、すっごいタフネスだー。後回しにしていたカーサルに戻ってきました。鑑定はゴミだったので移す必要など不要ら。ドワーフの昇格クエまだ見つけてませんからね。とりあえず闇の番人やっちゃいましょうよ。手はずではそこら辺で騒ぎを起こすことになってますが、引きつけるためとはいえ放火はまずいっすよ。打ち首獄門に処されても文句言えないぞ。のんけキャプテンがカンカンでいらっしゃる。しゃぶって差し上げろ。行っちゃいました。では正面から突入しますか。ガバガバな計画だなぁ。いざ鎌倉。まずはねっとりセーブ。ここにいるというファラガーさんを探しましょう。エネミー、みんな踊れー。敵がブロックさえしなければ通常連打でもいいのですが、どこまで行っても青ポーションのお世話になります。ポーションマスターがいなければガスケツが頻発し、町とダンジョンを行ったり来たりしてくっそ面倒なことでしょう。おや、探知ゾーンがありました。でかしたぞスーパーエクエク。行きすぎー。お前たるかよー。闇抵抗が上がりました。これでヤクザも怖くない。1階部分は守衛の寝泊まり場なんですかね。牢獄は地下、プレイも地下。だからその魔法はやめろって。混乱は魔法封印ですね。ただしポーションはマスターから購入できるので対策は不要です。今のクリアポーションってやつですね。購入数は10個なので、こまめに買っておきましょう。エネミー。メディアプレイヤー攻撃を頻発するクズがこの野郎。気づけばエリートですね。道理で火力が高いわけだ。鍵をゲットしました。しかし分かりづらいとこに小さな箱を置きますね。おや、広間に敵の大集団です。鍵の取得が条件かな。奥の柱に身を潜め、攻撃をすぐ横に限定します。
あとは近寄ってきた連中を片っ端からコロコロがしてやりましょう。みんな踊れー。闇という割に毒が通用するので、魔法使いを倒している間にタフな番人たちはカウンターと毒でじわじわ削ります。ガンダルフおじいちゃんにクリアポーションを飲ませ、ガンガン魔法を使わせればよかったですね。何人集まろうが聞かねえんだよ、さすが。聞かね。暴力。暴力。聞かね。暴力。暴力。たくさんいた番人もこれで最後。チーム野獣のみんな、強いけど何かスポーツでもやってたの？一回はこれで制圧でしょう。開けられませんでした。魔法特化がいませんからね。おじいちゃんはサブ魔法なんで。地下に続く階段を発見。行くぞー。薄暗い地下の牢獄、これは間違いなく18金御用達ですね。エネミー。君はミノタウロス兄貴。まさか拷問するための住環要員としてここに？エリート族。これは1発の火力に気をつけないといけませんね。全体は問題なさそうです。単発が来る前に倒してしまいましたが、まあよし。この調子でブンブン進もうじゃねえか。兄貴のくっそ強烈な攻めに耐えきれず、下半身が吹っ飛んでしまったようです。恐ろしいぞ。ここが脱出用の水路ですね。退路は確保したので、ファラガーさんを探しましょう。エネミー。後ろに兄貴が控えてますね。怖くてこんな職場で働きたいとは思わないぞ。は？4回反省で334ダメージ？火力ぶっ壊れすぎー。クリティカル痛すぎー。クリティカル分だけで230はありましたね。怖いなぁとズマリストコ。牢獄の管理人もミノタウロス族なのか。先ほどの一撃もあります。用心して戦いましょう。オッスお願いします。全ミスブロック、できておるのー、藤木は。名前はザ・ブッチャー。ザンボットかな？それとも往年のレスラーかな？ガンダルフおじいちゃんに防壁を張ってもらい、安全安心の戦い。防御が低いんじゃボス失格だって言っただろよ。ぶっちゃー仕留めたり、人間爆弾は許されざる行い、はっきりわかんだね。最後の一つ、闇のシャードを手に入れました。と、言ったところでその18は終了です。次回は牢獄からの脱出、そして闇の受験となるでしょう。それでは、お達者でー。